おはようございます。速下塾の久保です。今日もよろしくお願いします。今日はね、6月15日なんですけども、まあすごいニュースが立て続けにやってきました。暗号通貨、ビットコインのことでございます。え、先日ね、エルサルバドルでビットコインが法定通貨になったよっていうニュースがありまして、今日ここにね、情報ボックス開いてるんですけども、え、ロイターの報道ですね。中米のエルサルバドル、首都は確かね、サンサルバドルだったと思うんですけども、世界で初めて暗号資産、 仮想通貨のビットコインを法定通貨に採用することを決めたということでございます。まあ、いつから執行されるのかね、今のところ分かっていないんですけども、まあ早々にビットコインをこの国の通貨として使われるんでしょう。まあおそらくね、内情が不安で、あの、政権もいろいろ変わったりするような国っていうのは、そのたびにお金が変わっちゃったり、商売が変わっちゃってして、あの、やっぱりこう、混乱しちゃうんだと思うんですよ。まあ、ですんで、 世界共通通貨であると言われるビットコインを、まあ、国の通貨としてね、お給料を払うときもビットコイン、税金を払うときもビットコイン、みたいな感じでするのかなと思っております。今日も視聴者お一人の方来てくださいました。ありがとうございます。感激です。<laughs> で、これに続いてですね、アメリカの ETF がやっぱりビットコインを承認するんじゃないかなっていうことも再燃してきたんですけども、ここに来てですね、インドがビットコインを法定通貨にしようかっていううな流れになってきてるんですよ。 まあ、インドっていうのは、あの、基本的に暗号通貨禁止の国ではあったんですよね。でも、インドって、一つの国でインドっていうよりも、いろんな部族に分かれていたり、階級に分かれてるんですよね。まあ、ですんで、いろんな事情があって、インドの紙幣っていうのは、人の顔が出てこないらしいんですよ。動物の顔が出てくる紙幣らしいんですよね。それは通常、紙幣っていうのは、その国の偉い人とか、元首とかっていうのが、まあ、お札の顔に透かしとかになったりする例があるんですけども、 まあそういう人をね、インドで紙幣に採用しちゃうと、ものすごく民族間の隔たりとかね、格差が助長されちゃうっていうことで、まあ動物の顔にしてるらしいんですよ。おはようございます。二人目の視聴者さんですね。今日もありがとうございます。ということで、えー、通貨ってのは非常に扱いにくかったんですけども、この度いっそね、ビットコインをインドの共通通貨にしてはどうかっていう議題がかなりね、前向きに語られてるんですよね。 でこの情報を受けて、早速、ビットコインは上昇に反発、反応を見せております。で、これね、立て続けにこういう情報が出てくるってことはどういうことかっていうと、ビットコインをどこの国も管理できない自由通貨にするよりも、国の法定通貨の一部としてですね、国にも一定の管理権限、もしくは裏付け、保証、担保としての国の裏付けをね、 取ることによって安全に安心して使ってもらうっていう意図が働き始めてるんではないかなっていうふうに思ってるんですよ。まあ今、暗号通貨の中では最も流通量が激しい、いわゆるお金の代わりとして使われやすいのはまあビットコインだと思うんですよ。イーサリアムはどちらかというと、まあ機能の面ですよね。うん、だからディファイとかによく使われる。それから、あいろんなプラットフォームとしてイーサリアムは利用されるんで、そういった側面ではあると思うんですけども、通貨の代わりとしてはやっぱりビットコインのね、 あの、両替機があるように、ビットコインなんだろうな、っていうふうな気がしますね。えー、というとね、お金の概念がこれから急速に変わるときに、私はビットコインを、まあ、100万円以下でね、ある程度保有しといてよかったかなと思っておりますけども、現在ね、値段が落ちちゃって言っても400万円前後しますから、1ビット買うのも結構きついと思うんですよ。まあ、ですから0.1ビットとか、0.01ビットみたいなね、無理なく5000円とか1万円とかっていうのは、国内でも非常に買いやすくなってますので、 無理ない範囲で、そこにね、ビットコインが値上がりするんじゃないかなと思う人は、投資しておくのも一つではないかなと思います。えー、私はね、今後、暗号通貨を何かね、買うことは多分ないと思います。もう仕込みが完全に終わった状態で、ここ数年を過ごしてますんで、あとはね、いかにビットコイン、はじめ暗号通貨が値段を上げていくかってことをリサーチしながら、わかりやすく情報を伝えていくことに、まあ、あの、フォーカスしていこうかなと思います。もちろん、私の伝えた情報の中では、未確認情報があったり、間違いがあったり、 解釈違いがあったり、それから、私が情報を流した後に世界の情勢が変わるってこともありますので、慎重に慎重にね、自分のお金はもう使っていった方がいいと思いますし、全資産を投げるみたいなことはね、私も勧めてませんので、全体の資金量のうちの1%、例えばね、月収が20万だとしたら、2000円だけ暗号通貨を使ってみるみたいな、こんなバランス感覚が必要です。本当にね、一夜にして億万長者になろうって思うと、ハンドも大きいですから、そうではなくて、いかにして投資を理解していくか、 いかにしてお金を理解していくか。こういったことをまず下積みとしてやることをお勧めします。えー、一夜にしてね、金持ちはならずですからね。やっぱりこう、確実に積み上げていくものがあって、やっと2階に手が届くって形ですんで、えー、そういうことをね、煽ることがないように私も丁寧に説明していこうかと思います。えー、それでは本日は以上ですかね。うん。じゃあ余談をちょっと申し上げますね。えっ、ー、と余談なんですけども、えー、実はね、うちの会社で、うちの会社とうちの関連会社で、 あの、IT 人材を募集してるんですよ。で、えっ、ー、と、IT 人材の募集にあたっては、まずは、速化塾の熟成さんに、まあ、あの、フォーカスして、仕事がね、ね、やれるかどうかってことをあー、アクションを起こしていこうかと思います。で、今回のことなんですけども、国の事業も絡んでいますんで、えっ、ー、と、まあ、高い単価はお約束できます。で、仕事は必ず発注します。プラス、 IT の専門リテラシーがないということを前提に募集しますので、教育とサポートもお付けします。まあ、こういった形でね、即可熟熟生産を、まずは、中心に、今回、第2期募集をさせていただきます。前回、第1期募集の時には、本当に若干名しかね、採用できなかったので、まあ、あの、本当に、追加でお申し込みいただいた方は全員をお断りするしかなかったんですけども、こうやってね、第2次募集、第3次募集ができることは、本当に喜びでございます。 えっと、募集今回はね、今年いっぱいできると思いますけども、とりあえずは6月26日までで第1期募集をさせていただいて、以降ですね、人数と仕事のバランスを取りながら、今年いっぱいいろんな形で募集していこうと思いますので、今日のね、即可塾の更新情報を受け取った方は、その中にご案内の動画とお申し込みのフォームが入っておりますので、ご確認ください。一般募集はなかなかしないと思うんですけども、それもちょっとわかりません。ですんで、 非常に恐縮なんですけども、速課塾の塾生さんじゃないけども、この仕事に興味がある方は、非常に恐縮なんですけども、速課塾に入塾してからお話を聞いていただくってことになります、今回は。あ、でもね、長い目で待っていただく方は、速課塾に入らなくても、今年中にね、一般公開をする日が来ると思いますので、その時はまた話聞いてください。それでは本日の放送以上です。